はい、キヌです。笑わない少女と異形のサーカスパート4を撮っていこうと思います。とりあえず、こいつはあれですね、シェラの花がもう進化しそうなので花に餌をあげたいと思います。お、花が咲きましたね。この後はどうなるんだろう。ここからがちょっと見ものですね。あと進化まで遠いので結構時間かかりそうです。それとですね、物語を、カットしてる間に回収してしまったので、そこら辺を見せていこうと思います。ノア、あなたとても綺麗な声をしているのね。私もっとあなたと歌を歌いたいわ。ありがとう。あ、すいません、またバッテリーが。緊張する。うまくできるかな。何も恐れることはない。ただ楽しめばいいのさ。さあノア、私と共にとびきりのショーをお披露目しようって感じですね。で、ここからは次の人を開けたいと思います。結構たまりましたね。キノコが、ミスターマッシュ。頭がよく物知りな老人、長い年月を生きている。ふむ、悪夢から解放される方法か。長い時間を生きているあなたならご存知かと思ったのですが。女の人、赤ん坊、闇。何か思い当たることがあるの？ああ、しかしこの話はしていいものか。大丈夫、話して。実はな、こんな話を聞いたことがある。遠い昔、闇の中に住む一人ぼっちの異形の人がいた。そいつは不幸を招くだけの存在で忌み嫌われていた。ある日それは人間の女に恋をした。とても美しい人だったようだ。女はいつも赤ん坊を大事に抱いていた。女を独り占めしたいと思ったんだろうな。気持ちを抑えられなくなってしまった異形の人は闇の中に女を引きずり込んでしまったらしい。なんて卑劣なやつなんだ。そんなことをしたら赤ん坊は独りぼっちになってしまうじゃないか。それにその夢をノアが見るってことは、つまりその女の人はこの子の、あ、やっぱりそうなんですかね。なんか話聞いててそんなような気はしました。噂話だから真相はわからない。だがもしかしたら君の悪夢の原因は、その異形の人は誰？これはまさか、教えて。オッドマン、我々の団長だ。やっぱりそうですよね。やっぱりそうだと思いましたよ。わーわー、ちょっとなんかここに引き取られた、ノアが引き取られた意味がちょっと分かってきますね。これ10までいけないですね。いけると思ったんですがちょっと無理だったようです。結構貯めたんだけどなー。で、倉庫のこれもいけるかな。あ、いけますね。あ、いけないですね。これ入手無理ですよね。そうですよね。で、これ前回ハンカチーフ、オスカーのですね。で、物語が追加されたけど、これはそうですね、特になんてないです。なのでカットして、次開くときか、まあシェラの花を成長させて撮りたいと思います。それではカット。はい、ずいぶん動員数がたまったので続きを撮っていこうと思います。一番最初はシェラの花からいきましょう。これももういけます。おお、シェラの花が満開になったよ。エンディングの後にもう一度シェラの花の様子を見てみてね。エンディングの後に何かが起きるようです。もうあげても何も起こらないですが、なんかいるので
あげときましょう。ではホームに戻り、ここがもう開けます。あーでもどうしようかな、倉庫から先に行きましょう。倉庫のどれかな、これは見せましたね。こっち、これがあれ開けない。ありがとうかばってくれて。寒くない？大丈夫？なーに大したことないさ。帰ろうのはみんなが待ってるよ。うん、傘があれですね、キノコの傘が傘になってるって感じですね。それでは新しく開いていきましょう。はい、第5、こわもてだけど優しい青年アンジェレッタとは恋仲。ノア元気ないな。そんなことないよ、元気だよ。ううん、元気ないよ。俺人の心はわからないけど今のノアは落ち込んでる。ん？俺変なこと言ったか？ううん、驚いちゃったの。私何考えてるのかわからないって言われることが多かったから。もっと自分に正直になった方がいい。ノアは俺たちの家族同然だ。家族に遠慮することはない。そうだ、これあげる。炎の花？すごく綺麗。心が安らぐおまじないをかけた。元気がない時に炎の明かりを見つめるといいぞ。ありがとう。本当だ。なんだかほっとしてきた。喜んでくれて嬉しい。あのね、私みんなが大好き。だから信じたい。本当のことが知りたい。そうだ、自分に素直に動け。俺も団長やみんなを信じてる。もちろんお前のこともな。めっちゃ大悟いいやつじゃないですか。もういいやつすぎてなんかと思っちゃいますよ。ではいけるかな。行きましたね。なんとなんとなんとですよ、これが最後になります。開くところが開きましょう。あれ、いいところで開けるね。開けます。行きましょう。ロベルティ、言動がうさんくさい。何を考えてるのかわからない。これはこれはリトルレディ、そんなに急いでどこへ行くんだい？団長、オットマンを探してるの。オットマンはどこにいるの？団長はお忙しいんだ。伝言なら僕が預かるよ。ううん、それじゃダメなの。私が直接話をしたいの。団長に会ってどうするの？何をお話しするの？真実を教えてほしい、それだけ。人さらいのオットマン、不幸を招くオットマン、闇に潜む嫌われ者。やめて、歌わないで。オットマンのことそんな風に言わないで。あの人はそんな人じゃない。どうしてそんな風に言い切れるのさ。優しいふりして君を闇に引きずり込もうとしてるのかもしれないよ。私、手を差し伸べてくれたのはオットマンだったの。あんなに優しい人に会えたのは初めてだったの。オットマンだけじゃない、ここにいる人みんな優しくて温かくて大好きだから。だから、ロベルティ、その子をいじめると僕が許さないよ。行け、団長、いつからそこに。あはは、冗談だよ冗談。ちょっとからかっただけだよ。またね、リトルレディ。ノア、おいで、君に真実を話そう。昔々、オットマンという人がおりました。オットマンは一人ぼっちの闇の住人でした。闇に迷い込んだものを引きずり込むだけに生まれた彼は、己自身を不幸を招くだけの存在と思っておりました。ある晩、一人の少女が闇に迷い込みました。いつもみたいに引きずり込もうとしましたが、少女が持っているものが気になったので思わず声をかけました。
それなんだ？お花よ。お花？どこにあるんだ？町外れに咲いてるの、たくさん咲いてるのよ。初めて見たそれはとても美しいものでした。花も花を持っている少女も。美しいものをもっと見たくなったオットマンは少女と共に闇の外へ出ました。少女の名はシェラと言いました。シェラはよく笑う女の子でした。オットマンはシェラが笑うたびに眩しいなと思いました。シェラは裏の町という悪い大人が住むところで生きてました。彼らはシェラから笑顔を奪いました。オットマンはシェラの笑顔が大好きだったので、シェラに近づく大人たちを次々闇の中へ引きずり込みました。私あなたと一緒に闇の中に行こうかな。闇の中じゃシェラの大好きな花は育てられないよ。ふふ、私ね、あなたがいてくれるだけで十分なのよ。オットマン、あなたは自分自身を不幸を招くだけの存在って言うけれど、私は温かくて優しいあなたが大好き。好きとかそういうのはよくわからなかったけど、オットマンはシェラを守りたいと思いました。時は流れ、シェラはアレンという青年と恋に落ち、新しい命を授かりました。新しい命はノアと名付けられました。歌うのが上手なシェラはノアにたくさんの歌を歌ってあげました。その光景はとても幸せに満ち溢れていました。しかし幸せはそう長く続きませんでした。アレンは戦場に駆り出され帰らぬ人に。シェラは流行り病に侵されてしまい寝たきりになってしまいました。ねえオットマン、闇に溶けるとどうなってしまうの？永遠に闇をさまようことになる。そう、じゃあ闇の中に溶けてしまえばずっとあなたとノアのそばにいられる？そんなこと言ったらダメだよ。君はノアのそばにいないといけないんだ。ふふ、そうね、ノアもあなたも寂しがり屋だから私がそばにいないとダメよね。月が綺麗な夜、シェラは深い眠りにつきました。オットマンは嘆きました。僕はやはり不幸を招くだけの存在だった。僕がシェラに見入ってしまったから彼女はいなくなってしまったんじゃないか。オットマンはシェラが育てていた花の種とノアを連れて裏の町を後にしました。ノアと共に闇に溶けてしまおうかと思ったその時、オットマンの頭の中にシェラの声がよみがえりました。あなたは不幸を招くだけの存在って言うけれど、私は温かくて優しいあなたが大好き。すまないノア、君を置いて去ってしまうことを許しておくれ。今の僕じゃ君を幸せにできない。それでも僕は君の幸せをずっと願っているよ。約束しよう、不幸を招く存在ではなく幸福を招く存在に生まれ変わってみせる。その時はまた。そう言ってオットマンはノアの前から立ち去ったのでした。これが真実だよ。お母さんは病気だったのね。私ずっと捨てられたんだと思ってたの。僕がシェラを、そして君を不幸にさせてしまったと言っても過言ではない。それでも再び君の前に現れることを決意した。今の僕なら君の心の傷を癒し、そして守ることができると思ったんだ。ノア、すまない、寂しい思いをさせてどんなに償っても償いきれないことをした。ううん、ありがとうオットマン、ずっと母さんのそばにいてくれて、ずっと私の幸せを望んでくれて。母さんはきっと幸せだったと思うの。あなたに会えてよかったって思ってるわ。もちろん私も。ということで全貌が明らかになりました。まだエンディングの回収が残っているので、パート5ではエンディングの回収をして
このアプリは終わりかなと思います。それでは次回またお会いいたしましょう。それでは。